ベルナール・マクファデンは栄養学や健康学の理論とボディビルを組み合わせたフィジカルカルチャーを提唱したアメリカ人である。また雑誌編集者であり今日まで続くマクファデン出版社を設立したアメリカにおける健康とフィットネスの文化の起源と称されている。マクファデンが提唱したフィジカルカルチャーはチャールズ・アトラスやジャック・ラレーンが継承した。 ミズーリ・シューミル・スプリングで1868年8月16日に生まれた。出生時の生命はバーナード・アドルファス・マクファデンだったが、後により力強く見えるように名前を変えた。彼はバーンハーという音がライオンの方向のように聞こえ、マックファーデンの方が男性的な綴りだと考えた。幼い頃、マクファーデンは体が弱く病気がちだった。 11歳までに孤児になり、農家に預けられて、農場で働き始めた。農場での過酷な労働と健康的な食事が、彼を丈夫で体格の良い少年に変えた。しかし、13歳の時に、ミズーリ州セントルイスに移り住み、デスクワークの仕事に就くと、以前のような、病弱な体に戻ってしまった。16歳の時、彼は、自分自身を、肉体的にボロボロと表現していた。 ダンベルで運動を始め、1日6マイル歩き、ベジタリアンになったことで、すぐに以前の健康を取り戻した。マクファデンは1899年にフィジカルカルチャー史を創刊し、1912年8月号まで編集者を務めた。長年にわたった編集長を務めたフルトガウスラーの支援のもとで、マクファデンは、リバティ、トゥルーディテクティブ、トゥルーストーリー、トゥルーロマンス、 ドリームワールド、ゴーストストーリーズ、映画雑誌、フォトプレイ、タブロイド紙、ニューヨークイブニンググラフィックなどの出版帝国を築き上げた。スポーツ雑誌、スポートはタイム社のスポーツイラストレーテッド氏が登場する以前は最も人気のあるスポーツ雑誌だった。ゴーストストーリーズなどは当時急速に成長していたパルプ雑誌の方向性を示すものであったが、大盤の雑誌であり、 ほとんどの物語が、マクファデンが自ら語るという形式だった。1928年には、マクファデンは、レッドブラッドストーリーズ、フライングストーリーズ、テールズ・オブ・デンジャーデリングなどで、より露骨なパルプ雑誌への進出を果たしたが、これらはすべて失敗した。1929年、マクファデンは、ハロルド・ハーシーのパルプチェーンである、グッド・ストーリー・マガジン社に出資した。 ゴーストストーリーズやフライングストーリーズのようなマクファデンのタイトルはグッドストーリー社の出版物として継続された。他にもスリルズ・オブ・ジャングルやラブウォーストーリーズのようなマクファデンによるパルプを意図した作品はグッドストーリー誌に掲載されたものである。1931年、マクファデンはマッキノン・フライ雑誌出版社を買収し SF 小説雑誌の草分けである。 アメージングストーリーズをはじめとするいくつかの雑誌の出版権を手に入れた。これらの雑誌はテック出版の名前で発行された。これにより、グッドストーリー社はマクファデンにとっては不要になり、ほぼすぐに、と、1938年、テック出版の雑誌をジフ・デイビス社に売却し、マクファデンはパルプ雑誌の分野から手を引いた。マクファデンはまた、 ザビレルパワーズオブスペルブ・マンフド、マックファーデン、S、インスイクロープディア・オブ・フィジカル・カルチャー、ファスティング・フォー・ヘルス、ザ・ミルク・ダイエットなどの健康に関する多くの記事や書籍を執筆した、フランクリン・ディ・ルーズベルトと共に、1931年、ジョージア州ウォームスプリングスにてマックファーデンは、それまで神経性無食欲症の症状としか見られていなかった断食を、健康法として普及させた。 彼は断食が肉体的健康を獲得するための最も確実な方法の一つであると強く感じていた。彼のところに行った患者の多くは体を若返らせるためと称して一週間の断食をさせられた。彼は断食について人は他の人を恥とするような強さとスタミナの程度を明らかにしながら事実上すべての種類の病気に対して 無条件の制御を行使することができると主張している。彼は断食を他の男よりも優れていることを証明するための道具と考えていた。マクファデンは断食の前後に撮影した自身の写真を使って断食の体へのプラスの効果を実証していた。例えばある写真には7日間の断食の直後に100ポンドのダンベルを持ち上げているマクファデンが写されている。彼はまた 人種的な偏見に訴えた、マクファデンは断食の難しさを認め、供養としての断食は支持しなかったが、断食で得られるものがそのコストを上回ると信じていた。彼は特に白パンの消費に反対し、これを死の物質と呼んだ。マクファデンはアメリカ東部と中西部の州に多くのヘルサトリウムを設置した。この施設ではフィジカルカルチャートレーニングスクールなどの 教育プログラムを実施していた。彼は肉体鍛錬とフィットネスについては評価を得たが性に関する見方についてはそれ以上の悪評を得た。彼は成功を単なる生殖活動ではなく健康のための活動と考えていた。これは当時の多くの医師が持っていた態度とは異なるものだった。当時の健康に関する権威としてシルベスター・グラハムとジョン・ハーベー・ケロックが挙げられるが、 彼らは禁欲を進めていた。彼は世界中の何百万という人々に健康的で精力旺盛に生きることを説いた有名人だったが、タイム誌ではボディラブ・マクファデンというあだ名で呼ばれ、多くの人から変人や偽者の烙印を押された。歪説容疑で逮捕されたこともあり、医学界からも非難されていた。彼は生涯を通して精力的に薬に依存することや、 加工食品や上品ぶることに対して反対するキャンペーンを展開した。マックファテンはフィジカルカルチャーに基づく宗教を、をコスモタリアニズムの創設を試みたが失敗に終わった。彼は彼の提唱する方法を実践することで150歳まで生きられると主張した。彼はマックファデン財団を設立し、ニューヨーク州ウエストチェスター軍にブライアクリフマナーのマックファデンスクールと タリー・タウンのタリー・タウン・スクールという二つの寄宿学校を設立したマクファデン・スクールでは3歳から子供を受け入れていた。1943年3月7日のニューヨーク・タイムズ・マガジンに掲載されたタリー・タウン・スクールの広告には戦争する国の需要にタリー・タウン・スクールの男子生徒は制服を着て軍隊式の起立を受けていた。 マクファデンスクールは1939年から1950年まで、タリータウンスクールは1943年から1954年まで運営されていた。スカイダイビングをするマクファデン最盛期には、マクファデンはニューヨークのダンズビルに大きなビルといくつかのホテルを所有していた。また、1902年にはニューヨークにフィジカルカルチャーという名のレストランをオープンし、 ニューヨークで最初のベジタリアン向けのレストランの一つとなった。ベジタリアンレストラン、フィジカルカルチャーはフィラデルフィアやシカゴなど他の都市にも出展した。1911年には出展数は20点になった。マクファデンは生殖主義の提唱者であり、シルベスター・グラハムの哲学の信奉者であった。1948年マクファデンは生涯で4回結婚した。 三人目の妻メアリー・ウィリアムソン・マクファデンとの出会いは、マクファデンが主催した、コンテスト・フォー・ザ・モースト・パーフェクト・スペッサモン・オブ・イングランド・ウモンフドで優勝したことがきっかけだった。彼女は、イギリスの水泳大会で優勝したことがあった。二人の間には、ヘレン、バーン、バーンス、ビューラ、ビバリー、ブルースター、バーウィン、ブラウンダの八人の子供がいた。八人のうち七人は、 名前の頭文字が B になるよう名付けられた。ベルナールとメアリーは1932年に別居し、1946年に離婚した。マクファデンは政治家になろうとしていた。ニューヨーク市長、フロリダ州選出上院議員、さらにはアメリカ大統領選挙にも出馬しようとしていた。娘の一人が心臓病で亡くなった時、彼は彼女がいなくなってよかった。 彼女は私に恥をかかせるだけだったと言った。彼は、シャーリー・テンプル、クラーク・ゲーブル、フランクリン・ルーズベルト、ウィル・ロジャース、ルドルフ・バレンティノらラと知り合いだった。マクファデンは1955年10月12日に、ニュージャージー州、ジャージーシティで死亡した。死因は、あらゆる治療を拒否した末の尿路感染症だった。遺体は、ニューヨーク市ブロンクスのウッドローン墓地に埋葬された。彼の死後、 マクファデン財団の会長にミステリー作家のエドワード・ロング・ストリート・ボーディンが就任した。死後、最後の妻のジョニー・リー・マクファデンは全米各地に遺産が埋められていると主張した。彼女が言うにはベルナールは金を鉄製の弾丸入れに入れて埋めたといい、それは何百万ドルにもなるという。マクファデンがバッグとスコップを持ってホテルを出て、 その後スコップだけを持って戻ってくるのを目撃したという報告が複数の人から寄せられた。埋められた金を掘り出そうとする人が多く現れたが、それらはいずれも失敗した。マクファデンと親しい人たちはお金を埋めたという話はただの噂話だとしている。マクファデンは著者の中で患者に対し医師に相談しないよう勧めていたことで批判を浴びている。マクファデンは ガンを治すと主張されたブドウ療法などの偽医療の提唱者であったことが、批評家によって指摘されている。モリス・フィッシュ・バインは、ベルナール・マクファデンは、科学的な医療に反対し、病気の原因、予防、治療についての単一の概念の推進に、宣伝するような境界線上のカルトに、自分自身を合わせたと書いている。マクファデンの出版物の中には、エロティックで性的な内容のものもあり、 批判を浴びた。マクファデンは100冊以上の本を執筆している。以下にその一部を挙げる。ありがとうございます。